馬なんですけども、今からね、7時間ちょっと仕事行って、時給1000円なんで7000円稼いできます。まあ今パンとおにぎり2つ食べるんですけども、まあ仕事前の昼ご飯いうことで、まあまた今日帰ったらもうFX の動画とかね、もうほとんど消そうかなと思います。もう過去の FX の動画なんてもうその日のもんなんでね、誰も見ないんでね、再生回数も悪いし、結局このチャンネルもね、もうまあこうやって撮ったら FX の動画よりは再生数いいんですけども、登録者が増えないとね、また考えるしかないです。やっぱり FX がもう分析するのは難しいですわ。イーサリアム下がる言ってたんですけども、下がってないですよね。なんか上がるか下がるかちょっとよくわからんような相場になってますけども、だから中ね、上がりそうな気するんで両方立てしましたね。もう下がってもうたら上がった方っていう感じで、まあ、結局こうやってね、仮想通貨の話ばかりしてたら日常経費だってね、意味ないんでね。もう安い時給で働くとね、もう金のありがたみいうのがよくよくわかりますわ、お金なくなった時に。出さないことです。まあ言うたら全資産の 5% くらいでやるべきですね。FX は 5% も多いかな、 3% くらいかな。まああとはもう現物投資で、まあ100万もかき集められるかどうかわかんないですけどね。うん。まあやるしかないです。もう何のために働いてるのかって、まあね、取り戻すために働くんですけども、あれですよ、 FX でもう半分とかしてますからね。だからもうまあ現物でも溶かしてるんですけども、まあそれはやり方を分かってなかったら言ったらしまいなんです。買う時期を誤ると負けます。はい、はい、それでは頑張っていきます。